羽生結弦と t m レボリューション西川貴教の夢の共演羽生結弦の圧巻パフォーマンスが観客を魅了幕張イベントホールで開催されたファンタジー・オン・アイス幕張公演はまさに夢の舞台でしたフィギュアスケートのプロスケーターとして2014年ソチ2018年ピョンチャンと五輪連覇を達成した羽生結弦が再びその魅力を存分に発揮しました 公演の初日である5月24日羽生は2つのプログラムを披露しフィナーレでは同意都市の田中刑事との笑顔あふれる交流シーンが観客の心を温めました羽生と田中の友情はピョンチャン五輪で共に戦った長い歴史を持ちお互いを高め合う存在ですこの日もその絆が見事に表現されましたおよそ3時間半にわたる公演のフィナーレでは 豪華なスケータータたたちが一堂にししました羽生は t m レボリューションこと西川貴則の代表曲「ハイプレッシャー」に合わせ出演者と息を揃えたパフォーマンスを披露しましたリンクを周回しながら全員で手をつなぎしんしんとお辞儀する姿は観客からの大歓声にいられたものでした途中羽生が田中に近づき笑顔で何やら交流する場面もありました この温かい交流は二人の長年の友情を象徴するものであり観客にとっても感動的なシーンとなりました羽生は前半「全身白」の衣装でダニーボーイを熱演しました純白の衣装に包まれた羽生の演技はまるで天使が舞い降りたかのように優雅で美しかったです後半の大トリでは西川貴教との共演でアニメ「機動戦士ガンダムシード」の挿入歌 ミーティアを初披露しましまた山本草太、宮原さとこら日本勢のほか、ステファン・ランビエルやハビエル・フェルナンデスといった海外の人気スケーターも集まり、まさに豪華な公演となりました。この幕張公演は25日、26日にも開催される予定で、多くのファンが再び集まることでしょう。羽生譲弦と t m レボリューション西川貴則との共演は、ファンにとってまさに夢のコラボレーションでした。 ハニューがトリプルアクセルや華麗なステップを披露する中、西川のパワフルな歌声が会場を包み込みました。この圧巻のパフォーマンスに観客は最高潮の盛り上がりを見せました。SNS 上でも舞い降りる剣でした衣装カラーリングがフリーダムだった西川さんファンですが、西川さん、ハニューくん、一体どこを見たらいいのかわからなくてパニックでしたといった賞賛の声が相次ぎました。 ハニューのタオルや横断幕、グッズなどを手にしたファンが多数来場し、会場は一体感に包まれました。公演中、ハニューは黒の衣装で登場し、ソロパートを力強く演じました。前半の終盤には、純白の衣装で希望をテーマにしたダニー・ボーイを柔らかく優雅に舞い、観客の心を癒しました。そして大トリでは、ガンダムモチーフの衣装で西川のミーティアに合わせて演技しました。 このコラボレーションはフィギュアスケートと音楽が一体となり新たな芸術の形を作り出しました。フィナーレでは再び西川のハイプレッシャーに合わせた振り付けを披露しました。右腕で汗を拭うような動作と切れ味鋭いステップが観客を魅了し会場は熱狂の渦に包まれました。この一夜はまさに革命的なものであり、羽生譲るという表現者の新たな一面を引き出しました。 羽生は額に怪我をしているにもかかわらず見事なパフォーマンスを披露しそのプロ意識と情熱に多くのファンが感動しましたアイスショー「ファンタジー・オン・アイスは」はまさに一期一会の舞台です羽生は毎回その日の観客に最高のパフォーマンスを届けるために最善を尽くしていますこの姿勢こそが羽生結弦というスケーターの真髄であり多くのファンが彼に魅了される理由です 彼の演技は単なるスポーツを超えた芸術であり見る者の,の心を深く打ちますこの日の公演はライブビューイングや CS 放送でも多くのファンに届けられました羽生と西川のコラボレーションは映像を通じてその迫力をさらに多くの人々に伝えました羽生の美しい演技と西川の力強い歌声が融合し新たな感動を生み出しました羽生ゆずるのスケートは 今後も多くのファンを魅了し続けることでしょう羽生結弦が異なる分野のアーティストとタッグを組むことで演出の可能性は無限大に広がります彼の徹底的な取り組み姿勢はコラボ相手のファンからも高く評価され毎回新しい世界を見せてくれます彼のスケートは観客をワクワクさせるものでありその一瞬一瞬が宝物のように感じられます 羽生の演技を見る機会を得るためにチケットを手に入れることがいかに難しいかを物語るファンの声も多く彼の人気の高さがうかがえますこの日の公演では羽生がダニー・ボーイを演じる前に純白の衣装で現れた瞬間観客は息をのみましたその優雅で柔らかな舞はまるで希望そのものを象徴するかのようでした続いて西川とのコラボレーションで披露された「ミーティア」では 右肩に翼があしらわれた白と青の衣装を身にまといガンダムの世界観を見事に表現しました西川の歌声と羽生の滑りが一体となり表情に新たな物語が紡がれましたフィナーレで披露された「ハイプレッシャー」では羽生が右腕で汗を拭う動作とともに切れ味鋭いステップを踏みましたこの振り付けはまさに観客の熱狂を引き出すものであり会場は歓声に包まれました 羽生譲るという表現者の才能が新たな化学反応を起こしこの夜を革命的なものにしました羽生の額のけがは心配されていましたがそれを感じさせない圧倒的なパフォーマンスが観客を魅了しました彼のプロ意識と情熱が多くのファンに感動を与えましたオープニングからフィナーレまで見どころ満載の公演は観客にとって忘れられない一夜となりました 羽生譲るのスケートは単なるスポーツの枠を超えた芸術です彼の演技は見る者の心を深く打ちその一瞬一瞬が宝物のように感じられます羽生のスケートは今後も多くのファンを魅了し続けることでしょうそして彼が新たなコラボレーションを通じて見せる新しい世界に私たちはこれからも期待を寄せることができます 羽生結弦という唯一無二のスケーターが生み出す魔法の瞬間を私たちはこれからも見逃すことなく見届けたいと思います羽生結弦のパフォーマンスがこれほど多くの人々に感動を与える理由はその圧倒的な技術と表現力にあります彼の滑りは一つ一つの動作に込められた情熱と緻密な計算が感じられます例えばダニー・ボーイのような静質な曲では 彼の優雅な動きが楽曲の持つ深い感情を引き出し、観客にとって心に残る瞬間を作り出します。一方、ミーティアでは、ダイナミックな動きと感情豊かな表現力が際立ち、フィギュアスケートと音楽の見事な融合を体現します。このような公演では、羽生の衣装も注目の一つです。彼の衣装は、毎回細部にまでこだわってデザインされており、 それぞれぞの演目のテーーーマやストーリーをより一層引き立てます純白の衣装で演じるダニー・ボーイは純粋さや希望を象徴し観客に清らかな印象を与えますまた「ガンダム」をモチーフにした衣装はフィギュアスケートとポップ・カルチャーの橋渡し役となり新しい観客層をも魅了します「ファンタジー・オン・アイスは」は単なるアイスショーにとどまらず 異なるジャンルのアーティストが一同に会する場でもあります。このコラボレーションの精神が毎回新しい驚きと感動を生み出します。tm.revolution の西川隆則との共演はその典型的な例です。フィギュアスケートの優美さと音楽のパワフルなエネルギーが融合し観客にとって忘れられない体験を提供します。また、ハニューと田中圭司の友情も 公演の重要なハイライトの一つです。彼らは同じ年であり、長年にわたり切磋琢磨してきました。フィナーレでの彼らの温かい交流は、フィギュアスケートが単なる競技ではなく、深い人間関係や友情の絆を育む場でもあることを示しています。このような瞬間が、ファンにとっても特別な意味を持ちます。波ユズルの魅力は、そのスケート技術だけでなく、人間性にもあります。 彼は常に観客のために全力を尽くし、その姿勢は多くの人々に感動を与えます。額に怪我を負いながらも、最高のパフォーマンスを見せる彼のプロ意識は、ファンの心を強く打ちました。講演後の SNS では、彼の怪我を心配する声とともに、その圧倒的なパフォーマンスを称賛するコメントが溢れていました。